完全にオワコン、スノーマンなし、中森明菜なし、ビーズもなし、目玉ゼロ、NHK 紅白歌合戦、史上最低視聴率へ待ったなし気配。部、スローモーションのジャズバージョンを歌う動画を立て続けに公開し、話題となっていた。さらに7月13日に59歳の誕生日を迎えた明菜は、 同月12日から3日間で前後公演のファンクラブ会員限定イベントを都内のライブレストランで開催した。10月3日には NHK 総合でザ・カバーズ・中森・明菜ナ・イトが放送され、明菜はコメント出演。11月7日には NHKBS でザ・カバーズ・中森・明菜ナ・ナイト。スピンオフ離れ組と送る楽曲の世界も放送された。 11月8日には NHKBS で中森明奈スペシャルライブ1989リマスター版が、同月15日には中森明奈1991リマスター版が放送され、明奈の匂わせがすごいですね今週、来週とライブの再放送と期待感を出してますね、と紅白出場を匂わせていると指摘する声も寄せられていた。しかし、ビーズも明奈さんの名前もなく、 多くのファンは拍子抜けといったところでしょう。さらに旧ジャニーズ事務所のタレントの受け皿である STARTO エンターテイメント所属アーティストの出場も、やはり報道の通り2年連続でゼロ。圧倒的な人気を誇るスノーマンもなしということですよね。また、昨年出場した世界的な人気の K-POP グループ、ストレイキッズとセブンティーンの名前もありません。 昨年は多くのファンを抱える START 王者所属アーティストの出演がゼロということもあり、歴代ワースト視聴率を更新してしまった紅白ですが今年は昨年にも増して目玉ゼロとも言えそうな感じ。視聴率が昨年を下回る可能性も高いのではないでしょうか。紅白出場アーティストの発表を受け今年は紅白は見ないと決めた でもスペシャルゲストがアキナちゃんなら見る。結局今年も紅白ジャニーズ出ないの臭すぎる見ないわ今年も。今年の紅白も視聴率低いの確定か。紅白は完全にオワコンだなぁこれ去年より視聴率下がるだろうな。といった声が X にも寄せられている。放送前から見限っている人も少なくない今回の NHK 紅白歌合戦。 このまま追加のサプライズ出演者がなければ、23年の最低視聴率をさらに下回ることになってしまいそうだが、ピンズバニュース、ニュース、芸能、完全にオワコン、スノーマンなし、中森明菜なし、ビーズもなし、目玉ゼロ、NHK 紅白歌合戦、史上最低視聴率へ待ったなし気配。3ページ目、完全にオワコン、スノーマンなし、中森明菜なし、 ビーズもなし、目玉ゼロ、NHK 紅白歌合戦、史上最低視聴率へ待ったなし気配。ピンズバニュース編集部、ピンズバニュース編集部、2024年11月19日、テレビラジオ、女性アイドル、アーティスト、韓流、K-POP、ジャニーズ、3分の3ページ、1ページ目から読む、画像、完全にオアコン24年末、 紅白の出場者リスト最大の注目は、須田正樹の弟か。こちらが今年の出場者リスト。赤い四角第75回シャープ NHK 紅白。出場歌手が決定キラキラ。赤組20組、白組21組。初出場は、赤組3組、白組7組です。シャープ紅白歌合戦公式 HP、https コロンスラッシュスラッシュ t.co。 bg597a7rpapic.twitter.com スラッシュ rc1iy87sdh NHK 紅白歌合戦アッ NHK アンダーバー紅白, <music> ーー紅白ノベンバー19 2024画像は NHK 紅白歌合戦の公式 X より NHK 紅白歌合戦の出場者発表を受け 結局今年も紅白ジャニーズ出ないの臭すぎる見ないは今年も、紅白は完全におわこんだなぁこれ去年より視聴率下がるだろうな、などの声が上がっている。菅田正輝の実定で初出場を決めたこっちのケントが最大の目玉になるなんてこともあるのだろうか。